デイリービルの山根です。本日は経済安全保障アナリストの平井浩二さんをお招きしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。平井さん、最近売れっ子ですね。いうけど、なんかあの。なんていうでしょう。時代の波の怖さというかですね。<laughs> <laughs> なんかあの。風学三十六景のあの大波のね。前にちょこんと座ってる感じです。ね。<笑><笑>なんでこんな波が来てんだろうみたいな。あの百田直樹チャンネルに出演されて。はい。確かね。めちゃくちゃあの満足度が高かったじゃないですか。えーえー。九十九点。 何パ,ーセン何パーセントでしてね史上最高の数値を恐らく叩き出してたと思うんですけど<わ>私もね「百田、うん、チャンネル」登録して毎週見てるんですけど、うんええ、あんな数字は出たことないと思いますよ。いやーだからなんか恐ろしいですね。ええ、もうど何がどう何どななかかよくわかんない <laughs> <laughs> それに引き続いて「朝8」にもね出演されてましたが、ねええ、やっぱりああいう平井さんのねこの情報っていうのはこう集めて集めてデータを駆使して、うん、っていうのはやっぱりねこの保守にはね今までなかった。 ところでもあるんじゃないかなと思うわけですよ。あうん、まあ、私のね、やっぱ、仕事柄ね、どうしても、あのー。はい なんという対象を精査して、データ集めて精査して、レポートをするっていうのは本当にあの。他のやっている仕事でも共通なんですよね。まあ、そのノウハウが生きてんのかなって気がしますけど。ねだからこそね、大企業今までこうソフトバンクとかね。楽天とかを相手に戦っているわけですが。おそらくね、三木谷さんも孫さんも平井さんの存在には一目置くというか。恐れおののいているとは思いますが。今回、ターゲットになる企業が。 ニトリということですねニトリえば今なんちゃらアルフィアさんとかにやかに話題になってますけれども改めてこのニトリという会社がねどんな企業なのかというのをね教えていただきたいんですよ。わかりました。このニトリという会社はですね正式な社名を株式会社ニトリホールディングスといってですね本店が札幌にあるんですよ。それでまあ 売上高はですね8115億円ということで、まあ、ものすごい会社でですねでいわゆる純利益にあたるものというのは967億円ということでこれまあ,前期あの約1年前の決算ですけどね<ー>でまあ純資産っていう、まあ、じあ呼ばれるものこれが7328億円ということで<ー>この楽天の今お話があったんですけど<ー>楽天の自己資本比率が4%を切ったってこの前 申し上げたんですけど、<ー>ここ見てください。74.5% <laughs> ということで,ですね、はいまあ。一般的には超優良企業で、ね、超優良企業なんですよ。<ー>で、あのまあ事業内容はっていうとまあ皆さんもご存知のようにね、<ー>あのまあ、全国トップの家具とかあーインテリアとかそういったまあ,あものの販売をしているわけですよね。 でまあ、ベッドだとか、うん、あの布団だとか、はい、まあそれからあ、まあ、整,理あの整理する器具ですねあのコンテナみたいなものね、はい、ああいうものを売ってるんですけど、まあ、これからお話ししますけどあの、まあ、自社工場を海外に持っていてでしかもあの島忠というです、ね、ホームセンターを買収して子会社にしてると。えー でまあ、そこの経営陣はどうかということでね、はい、えちょっと見ていくと、えー、まあ表にまとめたんで見てほしいんですけれどもあのまずまあ代表取締役会長がですね、はい、えニトリさんとまあ創業者というかね、はい、えで、えー、まあここにつらつらとあの取締役とか社外取締役なんて出てますし社、はい、外取締役の中にはオリックスを創業したあの宮内さんなんかが入ってるんですね。はいうん それであの日常業務をやるのはこれ執行役員という人たちなんですけども常務執行役員って書いて、まあ、あの一番上の副社長2人はあの取締役、まあ、いわゆる会社法の取締役と執行役員を兼ねてる人たちで、はい、彼らをトップにですね、まあ、常務執行役員とか、はい、常席執行役員とか執行役員とか、まあ、あるわけなんですけども、はいまあ、ここであの。 千葉で選挙されている方のお父様がですね、ええ、執行役員ということで出てまして唯一のこのカタカナがね <laughs> カタカ表記がありますね <laughs>、ええ、エビアブライティさんというはい、ええ、ねえあそうなんですよでこのまあ執行役員の序列から言ったら17番目ということで、はいうん、まあ会社から言えば経営幹部の一人と言っていいでしょうねはいうんまあそういうまあお会社であるということなんですはい。 うん、ちなみにこのエリ・アブライティさん調べたところですね2018年の8月からニトリホールディングスの執行役員、うん、これ今の、ね、<ー>役職になっているとでそれまではとう,とうあのトイレのアスリートとかね、はいうん、とうとうに勤めていて中国事業部長とかですね、うんまあ、とうとう執行定席役員というのを経て、うん、ニトリにやってきたというね、まあ、そういう中国とはだいぶこうつながりのね深いというところなんだと思いますが、うん、はい、はい、いや、おっしゃる通りですね,ねだからそういう方なんで多分強要されてると思うんですけれどもはい。 ニトリホールディングスの前期の出店計画を見ますとねここに表にまとめましたけれどもここでも赤字で出てるように中国がね、はいえー、46店舗前期の機種にあったものを、はい、まあ今期まだは今朝の発表はまだですけれども、まあ、前期末ですね、はい、には67店舗にするということで、はい、21店舗も出すんだとこの中国経済が。 減速、ね、していることは朝香、うん、豊さんも随分説明されてますけどね、えー、そういう状況で21店舗を出すということでなかなかその。 並々ならぬ中国熱というのを感じるわけですよ、えー、時代に逆行してますねはいそうなんですよ数で言えばもちろんね、日本国内に、ねうん、出店する店舗が多いんですけど、えー、率としたらもう圧倒的じゃないですか中国、えー、海外店舗ではね、はい、あの一番出店している国なんですよ、えーね、で、えー、まあその次が台湾なんですけど台湾の出店はもうほとんど抑えていて、うん、やはり中国への出店をかなりアクセルを踏んでるなというのははっきりしてますよね、えー、アメリカが2店舗を1店舗減ら 出して一店舗にすると、中国を取ったってことですね。<laughs> そういうことです。そういうことです。おっしゃる通りです。ね、<laughs> うん、うん、そういうね、あのまあ方向だと言っていいと思うんですよ。えー、それでじゃああの主要連結子会社っていうのはどんなのがあるかって言って、はい、あの有価証券報告書で見るとですね、えー、やはりこの まあ国内のね、えー、まあ子会社もあるんですけれどもあと島中さんとかもあるんですがこのね海外の子会社を見ていくと、まあ、上海にあのニトリ関係の子会社を4つ持ってるとかですね、はい、やはりどう見ても。 あの中国にかなり軸足を置いてるなと、うんえー、いうことがあ言っていい構わないと思うんでここでこのエリ・アルフィアさんのね、うん、話にちょっと戻るんですけども、はい、今回その衆院千葉の5区の、うんえー、補欠選挙ですか、うんはい、でエリ・アルフィアさんがこう候補者に、ねうん、なった 経緯であるとかね私はねあまり私のところにあんまり伝わってこないわけですよどういう経緯で選ばれたんだろうとかなぜかもちろんね補欠選挙ですから議席一つ獲得するのにもちろん自民党もね力入れるでしょうよただそれにしてはすごい豪華な自民党幹部大物の面々が応援演説とかねすごく支援してるっていうのにすごい不思議だなって思ったんですけども平井さんこれ背景に。 何かあるんでしょうかね。はい、あの実はですね、はい、あの前お話ししたアザブ食品の時にね、はいえー、であの国会議員の政治資金収支報告書とをたくさん読んだわけですよ。えー、でそこからね、あれって気がついたんでほうほうこれからちょっとまあのお話をし,していくんですけどね。はい、あの企業献金のところで。えー ニトリホールディングスの名前が結構出てくるわけですよ政治資金収支報告書にはあの、まあ、個人からの献金に続いて、まあ、あの企業からの献金がまとめて出てるんですけどね、うん、その中で、まあ、あの企業からの献金というのは大体その国会議員の地元の企業が月に1万円ずつ積み立てて、えー、毎月やって年間12万。 現金しましたとか2万円ずつで24万とかあるんですけども、うん どうしてもその桁が100万円以上のものってすごく目がいくんですよねダン、はい、トツで多いから。えー、でそこで見ていてあニトリって多くないかっていうことなんですね。はい、でそこでもう一回見直してみてちょっと表にしたとこですね、はい、おぞ驚くべき事実が分かってきたと。えー、でここの表をちょっと出しそうですねまず100万円以上。はい、で 二階さんのちょっとね、サイトに出てなかったんで、あの2020年度をつかせてもらいましたけれど、日中友好議連の会長に、はいえー、最近就任された二階さん、えええー、ニトリからですね一発で1年間で400万円。400万のなかなかです、ね、よ、それからね、あのーまあ、千葉の応援演説に駆けつけた幹事長、茂木さん。うん、はい これね百五十万かける二回で、これ三百万来てるんですよ。なるほど。三百万円の価値があるんでしょうね。あるんでしょうね。それからなんと岸田首相。彼は百五十万円一回来てるんですよ。それから、まあ閣僚見てこうっていうのは閣僚見てたんですけど。例のあの林外務大臣。百万円。百万。それからね、意外だった西村経産大臣ね。彼も百万円もらってるんですね。 それからあの河野太郎デジタル大臣非常にこの彼女を、まあ、推薦している方も100万円それから、まあ、あの閣僚じゃないんですけどぬか賀福士郎さん防衛大臣です、ね、防衛大臣、はいええ、彼が100万円、うん、ちょっと変わっているのはね埼玉の方だと思うんですけど古川さんっていう方この方は100万円。 えー、もらってますね。うん、から野党にも行っててですね、えー、あれと思ったのはあの立憲民主党の岡田克也さん。はい、でなんでだろうと思ったら日中友好議連の副会長だったとわ <laughs> <laughs> かりやすいんですよね。<laughs> それから国民民主党のあのまあ前原さん。はい、彼も百万円もらってましたね。えーえー、それからですね、まあ百万円以下の人どんなとこがあるかっていうと。えー また、ね、閣僚が出てくるんですよ加藤厚生労働大臣これがねえっと50万円うん、うん、それから松本総務大臣が50万円、はいはい、ちょっと有名なとこだと三原淳子さん、はいうん、それから中村さんっていう方もえー、まあ 50万円もらってますねこの人は確か北海道だったと思います麻布食品のところでも<か>出てくる <laughs> そうなんですよ後藤さの方ですねええそれからの後藤田さん彼も50万円ですね、ええ、で、あとちょっと古いんですけど小淵優子さん、はい、彼女も日中友好議連の事務局長が100万円、はいはい まああのまだざーっと見たんで細かく拾っていくとまだ出てくると思うんですけどンマだったね皆さんが知ってるような政治家国会議員はこういった方々がですね、うん、まああのニトリホールディングス、うん、まあもしくは単純にニトリって書いてる方もいましたけど、うんはい、まあそちらから政治お金を受け取ってる献金を合法的に受け取ってるわけですね。うん、これざっと見たところ<え>なんかうまいっすよね。 この大物をね、ピンポイントで抑えて、やっぱり二階さん、茂木さん400万、300万、これ、シーとしてはね、あれ、総理大臣の俺より多いじゃないかと。あと、林芳正さん、また西村康稔さんも、安倍派の中でね、西村さんをね、抑えとけと、河野太郎さんとか順当なところですよね。で、この立憲と国民で、岡田さんと前原さんっていうね、この、まあ言ってしまえばどっちも大物じゃないですか。え、大物です小西博之とか、小物とは違うわけじゃないですか。抑えててるっいうの これは実にうまいなと。うまいですよね。で、結構ね、この献金の出し方を見ると、ニトリって。かぐやの顔してますけど、意外にあの清少男だなって言うのが見えてきますよね。あのトヨタこういうね、例えばトヨタとか。あの日本製鉄はこういうお金の献金の仕方してませんから。なんですよね。だからここでね、おそらく。 あの彼女の応援演説を見てるとね、はい、まあここでお金もらった人たちがずぶん旗振ってんじゃねえかと。うん、でねあの献金をした会社の、まあ、お偉いさんですよ執行役員さんの娘さんですよね。はいえー、ねでやっぱり頼むよって言われたらなかなかねうんっていう感じはするんですけどね <laughs> どうですか <laughs> まあ、それは断れないですよね。<laughs> 断れないですよね。していただいた手前ね。ね、うん。あの、献金大きいですからね、これで。そうですね。ねもしね、応援ですとか、うん、その暁に。えー、そのエリ、アリフィアさんがね。当選したなんてなったら。うん、もっとこう。うん そその報酬がももらえるかしれまうですよね。たパーティー券買ってもらったりとかですねいろいろあるかもしれませんよね。でニトリといえばですね平井さんと私がですね小野寺さんのね小野寺勝さんのコーディネートで2月末に北海道に行ったじゃないですかあそこでもうニトリがね相当中国のエージェントじゃないですけど相当暗躍してるんじゃないかという話がねその動画もねぜひね そうですね、ご覧になってほしいところなんですが、えーうん、改めてニトリが今北海道で何をしているかというのをね、はい、りまずあの一つはね我々ウィル取材チームがですね、はい、小樽港に行った時にね巨大なその、まあ、サイロとか、はい、それからまあ,あの いろんなもの、まあ、巨大なニトリの、ねえー、看板とか見てきたわけですけど、えー、まず一つがです、ね、食料の問題、まあ、これは日本経済新聞とかいろんなのが報じていましたけど、はい、まあニトリがです、ね、北海道産の七つ星というお米を中国にガンガン輸出するんだと、うん、でそれの地図を、ね、ちょっとまとめたのが、まあ、あのここのスライドなんですけれども。はい この七つ星っていうまあ北海道を代表するお米をですねえまあ北連のパールライスの工場これ石狩にあるやつをですねこっからまあトラックで小樽港に持って行って船積みして中国へ持って行っちゃうとでやはりですねこれからの食料安保とかいうことでこのいかに 食料の自給率を上げな,きゃいけないかっていうね議論をしてる時に、まあ、北海道で作ったものしかも北海道の農地とか森林がどんどん今中国資本に買収されてるわけですね。うん、で中国資本があの仮にですよ北海道の,その農業生産法人を買収した、うん、それでそこで日本人を働かせて七つ星みたいな日本人が品種改良したものを作って で、うん、育ててで収穫して全部ね。小樽からまあ、中国に持って行ってしまったらわ。これはもう植民地なわけですね。はい、だから、まあ食料安保上、こういう行動はどうなのかなというふうに私は思ってるんですけれども、はい、まあこういったことをどんどん推薦されてる率先してやってらっしゃるなっていうのは1つありますよね。はい、それからこれも動画で出てきますけど、千歳にね。我々行った時に、はい、まあ謎の住宅地があって。はい でまあ、そこはあの、まあ、産経新聞さんも報道してましたけれどまあ,あの中国人しか住んでない、はい、しかも立ちそこに立ち入ろうものなら飛び出してきて出ていけというと、はいでまあ、このスライドにお見せしたように謎のパラボラアンテナも立ってるし、はい、ちょっとひとっきもないちょっと変わったところでしたよね。 まあ、日本の企業じゃなかなか作らないような住宅の分譲をしてるのもニトリの子会社でした、はいね、あこういうこともやっていると、えー、それからですねやはりあの我々私がねやっぱ、まあ、そういうことに加えてですね、うん、これはちょっとっていうのはあの三木伸一郎さんのツイートに出てた写真をね紹介するんですけれど。えー 新疆面を使ってるってことなんですよ。うん、ウイグルですよね。うん、ウイグルです、うんうん。で、ウイグルのこの新疆面っていうのは。まあ、人権侵害、強制労働の。可能性が高いということで、アメリカが指摘して。ウイグル人権法とか、ウイグル。 強制労働防止法で、まあ、アメリカにはもう入れられなくなくってますよ、ねはい、で、我が国ではですね産業商会とか軍勢がもう信教名は使わないという動きをしてるんですけれども、はい、それはなぜかといったらあ自分の会社で売るものがね、はい、あの強制労働いくら安いからとい,いくら品質がねあのいいからといって奴隷労働強制労働で作られたものを、はい あの使った商品を自分の会社で売るかどうかということを各経営者は問われてるわけですよ。はい、で、それに対してね。あの産業紹介とか軍勢は立派な答えを出した、うん、ところがニトリはね。何を考えてんのかとうん。ここにちゃんと新教面って堂々と書いてあるわけですね。これ。 うん、でこういうことをね、あのー、こういうことをやること自体をねただまあねその冒頭の,その出店予定でもね、うん、分かる通りやっぱりもうニトリは米中、ええうん、でも中を選んだわけですからもう言っても遅いというかね、はい、なのかもしれませんがねすね。だから我々消費者としては、うん、私もね悔しいながらね、うんえ あれなんですよニトリでね結構家具買っちゃってた時代があったんですけどね、うんうん、まあほんに数年前の話ですけど全然こういうことで知らない時代は、うんはい、ただねもう買わないなと思いますよね。えー、いや本当にねあのいや今山田さんおっしゃった通りでね私もね、えー、あのまあ昔ですけど、はい 子どもが、まあ、あの下宿する時に、ねはい、あの家具か買い揃えてあげたんだけどそれはやっっぱニトリだったんですよ、うん、で当然僕もこういうこと知らない時でしたからね非常にね今考えてみると、まあ、こあのみんなにこのことを知ってもらって、ねうん、ウイルスを通じて、ねうん、でこういった人権侵害をで作られた材料を、ね、使ってやってますよと、うん、これちょっとおかしいんじゃないですかっていうことは。 あのみんな知ってほしいいと思いますね、えーまあ、ユニクロもねニトリもそうですけど、うん、やっぱりこう値段、まあ、お値段以上と言ってますから、まあ、どうしても価格が安いっていうのがね目を引くんですけども、まあ、その理由は何かっていうとどうしてもこういう強制労働とかね出てくるわけなんでその辺りをね、うん、消費者の皆さんには考えていただきたいですね。あと、ね、これこの作っってててる会社のホーームページに行ってみて、はい 思ったのが最後のスライドなんですけど、これ無印良品って書いてあるんですよ。で、ちょっとうっと思ったんですけど、えー、これはあの日本の無印と関係あるのかな？どうなるのかなと思いましてね。えー、ただ、無印はあの？ 日本とかアメリカで売るものは新居面を使いませんっていう言い方をしてたんで、うん、まあ中国で売るものは多分新居面を使うっていう意味だと思うんですよ。はい、で、まあ、仮にですよこれクエスチョンつけてるのはあの確証が取れないんですけれどもこれを中国の無印で売ってるとしたらね、うん、やはりこれ無印良品としては人権侵害で使うあの問題になってる、ねはい、え新居面を使うようなことは、うん それはどうなのかと思いますし無印良品っていうとねあのコオロギせんべいとかね <laughs> コオロギチョコを売り出して、うん、私はちょっと眉を潜めちゃったんですけどね、えー、あ,のあまりにもちょっとそういうなんだまあはっきり言いますけどね、うん、そういった時代に乗った軽ははずみなな行動はやめなさいってことです完全に私の中ではもう無印イコールコオロギ昆虫食っていうイメージがね<う>つきちゃって。<laughs> <laughs> <laughs> なんですけども、それで、ね<笑>,ええ、笑ってられないのがこのニトリがね七、ええ、つ星パールライスを中国に輸出してる。ええはい なのに日本人には昆虫食べるみたいな。そうですよね。テンペイ張ってるわけですよ。そうですね。そのあたりもね、なんいろいろね、陰謀論じゃないですけどね。いや、でも、おっしゃる通りね。十数に疑問でしょうね、これね。うん、げん、そうですね。中国に日本のお米を送っといて、日本人にはコオロギ食べるんだと。そうですよ。で、こういう無印がコオロギ売ってると。そうですよね。本当に、あの、われもね、今山田さんおっしゃったようにね、あの。 企業のね行動をよく見てで我々も選別していかなきゃいけませんね。を感じました今のお話聞いて。で最後にですねこの見る5月号に小野寺さんと平井さんとね私のこの3人で話してる内容もね掲載されてるんですけどもそこからちょっと抜き出してですね 秋尾、えー、会長の心中発言というのがねたびたびネットで話題になりまして、はい、紹介しておきますね、はい、これ2021年6月です、うん、中国の優位な時代はまだまだ続くと、うん、でそう簡単にサプライチェーンは分散できないアジアは世界の中心になるその中の中心が中国であると、うん、2021年の段階ですよ <laughs> すごいね、うん、<laughs> ニトリ店舗の2階にあるものも1階にあるものも大体7割が中国製ですよともうどこ見ても中国ですね 中国のおかげですよねだから本当に中国がないとねもう生きていけないですよとさらに、ええ、<laughs> さらにこんなこと言ってます、ええ、我々の先祖は中国人だと思う 我々日本人は中国のチ D N A を引いているから知能が高いんだと。どうですか皆さん。これがすべてです。いやもう本当にまああの高難度部分はね大いなる誤解があると思ってます。生物学的にはね。そういうトップがいる企業なんでね。そうですね。今日ね解説いただいたこともさもありなんとねやっぱりね政治献金と。 執行役員とその娘さんと選挙とね応援してる人たちっていうのはね今回この私もね今までその政治資金収支報告書っていうのはあの分析したことがなかったんですよ、えー、だけどあれは面白いねこれちょっとハマりそうです <laughs>。 何かね、<laughs> はい、何か面白いものを発見しましたらまたここでね、<laughs> はいはい、はい、紹介していただければと思います。あ、そう、最後そうそう最後で面白いのそれ覚えてたあのね、えー、河野太郎さんの政治団体に日本端子から献金してる額はニトリと同じ400万円です。ああはいあはいはいはい <laughs> <laughs> いろんなものが出てるんで、はい、ちょっとまたあのまとめてご報告しますね。はいはい <laughs> ということで引き続きよろしくお願いします。<laughs> はい、よろしくお願いします。